延べ8020も買います。はい、8170の喫茶店、店員さんも可愛くて最高でした。マジ？来て8170でしょ。ちょゆかさん何ですか、何の問題が。ゆかさん行く、行きましょう、行こう行きたい行きたい、行きましょう行きましょう。仕事の車で行く、仕事するための飲み物を今買おうと思ってて。あーそうですよね、まあ、そうなんですよ。近くでまた患者が現れるかもしれないんで。確かにこんだけ近ければね。一瞬で着いた。あ、警察倒れてる。この警官が倒れてるやつ行きます。大丈夫ですか。ゆかです。大丈夫です。お店開いてるかなと思って来たら開いてなかったんで。あ、開いてないんだ。ここそうなんですよ、鍵閉まってて今そこ。あの人カンカンピタさん、店員さんではない。ツイッターの名前チェンバーでやってる。いや可愛い店員さんがいるって聞いてきたんですけど。いや僕らもなんですよ。いないですよね。いないです。ピンク色の髪の子がいるって聞いたんだけどな。可愛い店員さんって私のことですか。え、皆さんのこと言ってんの。嘘だろ、騙されたよ。うわ、なんかめっちゃ人いる、めっちゃ人いる。うわ、変態だ。うわ、やめて。うわ、やめて。スケボーか。制服だから、制服。あ、え、店員さん。え、店員さん。あ、ピンクの子。来た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 。え、待って、可愛い子。え、可愛い子は。なんか俺以外いないっすね。ピンクの可愛い子は？ピンクの可愛い子多分今出払ってるっすね。じゃあまた後で来ます。傷つく。え、嘘。俺いるのに。そっか。でみんな帰ってくんだよ。赤い子も結構可愛いらしいっすけどね。赤い子っていうのは？赤い子は？これっす。やめて。は。飲み物いっぱい欲しいんですよね。そうですね。食べ物ぐらい買って帰りますか。どうやってやるんだろうね。終わってるって店。店長。あれ。お客さんいっぱい来た。助けて。助けてやめて。マジかよ。今から来るらしいんで。早く。まあまあちょっとそこにお座りなさって皆さん。今から来るのがピンクっすか。今からピンクの子来るんでね。おお。じゃあ楽しみ。やったマジか。嬉しい。まだかな。一応いるんだけどな、赤い子も。まあまあまあ。今ね、スカート履いてるのに。赤い子、足の隅に入れて。マジか。隅が。マシな放送で。今からもっとエグいやつら来るんで。いらっしゃいませ。これ店長。いらっしゃいませ。やられた。かわいい。かわいいじゃん。かわいい、マジで。ありがとう、いらっしゃいませ。こんにちは。いらっしゃいませ。可愛いじゃん。ありがとうございます。可愛い子も可愛いよ。赤い子は、サービスしようかな。ねえねえ、ちょっと隅赤い子は、黄色子は、黄色子可愛い。ねえねえ、黄色子欲しいな。やった、セクシー。赤い子は可愛いね、みんな。すごい、真横から匂い嗅いでる。熱い、熱い、赤い子は、赤い子なんてエグいね。ねえ、赤い子は、赤い子、赤い子ちょっとアピールが怪しい、怪しい。商品ください。あ、自慢のマニーパンケーキ、ただいま焼きたてになっております。マニーパンケーキください。いろいろありますよ、当店。飲み物が欲しいんですけど。飲み物は、オレンジジュースかグレープジュースかお選びいただきます。じゃあグレープジュース20個お願いします。グレープジュース20杯。言えてない。言えてなかった。不安だな。みんな真っ先にメニュー見に行ったわ。覚えてないか。覚えてないやろ。やる気満々や。赤い子めっちゃやる気満々や。やる気満々。そんなやる気があるんですよ。やる気はあるんですけど、エネルギーの赤やから。やり方わかんないですよね。使えないんだよね。早く仕事を。昨日ちょっとバグっててできなくてね。ハニーパンケーキ。ここからなんです、今日から。ハニーパンケーキじゃん、10個ください。10個了解です。店長これ何円だっけ。一応すみません、こちら結構今お値段が上がってまして、おっと8万円になるんですけども。高いよ、どうにかならんの。ならないですよ、焼きたてなもんで。焼きたてだからか、ちょっと冷えてからもらったりするなんか食への冒涜になりますんで、大丈夫。そうだよな、ピンクの可愛いしな。ありがとうございます、サービス出身。ありがとうございます。赤い子も可愛いですよ。赤い子はちょっと売れないみたいだし、やり方が可愛いですよ。21個ありますよ、これ。
ですか。トレーいいですよ。うわあありがたい。サービスサービス。サービス精神よ。出したの。うん、こうか。めちゃめちゃ元気だよ。あ、これで受け取るの？8万円で大丈夫ですか？はい、大丈夫です。80万円になります。あ、オッケー、請求書ください。160万円になります。はい。高いよ。ケーキ落とせないかな、病院で。なんとかしてください。ごめんね、俺ハッスルすることしかできねえんだわ。じゃあこちらの方でお伺いいただきました。はい、ありがとうございます。発生要因でいるんですよ。いしょ、元気づけるためにやっぱり。やべ、あと34万しかねえ。やばい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 、生きてくだけで精一杯だこれ。ありがとうございました。ありがとうございました。大丈夫ですか。パンケーキください。パンケーキ入りました。パンケーキありました。ご個ください。ヌテラパンした。赤い子えぐいってマジで。あんまり欲しいです。パンケーキただいま仕入れてますので、いっぱい取りますね。5個で40万円になります。はい、了解です。若いよ。すいませんね。すいません、本当に。この子みんな可愛いけど声低いね、みんな。すいませんね、本当に。これ低さで勝負してますんで、うちは。あ、そうだったんだ。声出し一体したのかな。高い方がいいですか。高い方がね、やっぱ可愛いんじゃないの。高い方も聞きたい。じゃあこれでこれでどうですか。アキラさん、トレーにパンケーキ置かせていただきますんで、オルトミリクリで取っていただければ。ゆっかさんも少しじゃあまあ苦しいということで、こちらピンパーケーキ3つ以上。いいんですか。うわあ、ありがとうございます。こんなお店で。うわあ、マジ。また来ますここ。うわ、すごい。今この職業一本ですか。はいはいはい。細か。仕入れから何から私たちでやってます。そうなんだ。すごい。文句ありますか。あ、全然全然ないです。ほらほら。すごい急に柄悪くなったな。お疲れ様ですよ。あれあれ、可愛いメイド喫茶じゃなかったのか、ここは。一本本気でやってんすよ、うちは。怖い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 。いくつか。ダウンしても出せる人が3人いるから、まあダウンしてもいいんだけどさ。あんなことしませんから。手は出しませんよ。そうです。すごい囲まれてる。冗談ですよ。とてもてな、嬉しいな。また次も来てください。怖い。大丈夫だ、召喚さん。いいだからこれ。また来てね。怖いって、また来てね。次は仕事覚えとくからね。覚えてます。また来てね。お客様お帰りです。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい、これサービスめちゃくちゃいいじゃないですか、これ。頑張ってください。若い子ずっと歩き満々だよ。こんなサービスいいんだ。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。すげえ。いい店だったって書いとくか。あそこまでサービスになったら安いまである。そうだね、いいサービスだったわ。8170の喫茶店ね。確かに通いそう。8170。